はい、必死スタジオの石田です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、撮影に関する小ネタを挟んでいきたいと思います。いきなりなんですけど、この写真見てもらいたいと思います。仕事でね、お世話になってるヘアメイクの岡ちゃんっていう子なんですけど、この子頭めちゃめちゃでかいですよね。顔めちゃめちゃでかいですよね。これは角度とかレンズとかポーズによって顔がね、思いっきり大きく見えてしまうっていうね、意地悪な撮り方をして、彼女の顔をねめちゃめちゃ大きく撮った写真になります。彼女の目のためにも普通の写真も撮ったんですよね。はい、これが普通に彼女を撮った写真になります。で、等身で言えば 1,2,3,4,5,6 等身なんで、まあまあそんなスタイルがいいかどうかって言えば そこまで良くはないんですけど、ごめんねお母ちゃんね。でもこちらの顔デカの写真を見てみると 1,2,3,3 等身半ぐらいですね。6等身に対して3等身半なんで、かなりね見え方が違ってきます。これはいろんな条件が重なってこういう風に見えるんですけど、この写真の撮り方を解説していこうと思います。で、ちょっとね元ネタがあるんですよね。元ネタのお話をちょっとさせてもらいたいんですけど、先日の2月7日に放送された探偵ナイトスクープの一つのネタでこういうネタがあったんですよね。滋賀県の女性のご依頼で、知り合いの結婚式の時に一緒に出席した友達の写真を撮ったら、顔だけが異様に大きい写真が撮れてしまった。顔だけがでかすぎて思わず笑ってしまった。だが同じような写真が撮りたくて何回も挑戦したが、どうしてもうまくいかないと。顔だけでかすぎる写真をもう一回撮りたい。探偵さんのお力で再現してもらえないだろうかっていう内容のご依頼だったんですけど、漫画チックな感じで顔がめちゃめちゃ大きく写ってて、合成ちゃうかっていう感じで流れ的にはねなってたんですけど、まあ、最終的にプロのカメラマンさんが出てきて、こういう風に撮ったら、顔がめっちゃ大きく撮れますよっていうオチで最後収まったんですけど、そのネタがねめちゃめちゃ面白かったんで、ちょっとオマージュとして詳しく解説させてもらおうかなと思います。はい、もちろんですけど著作権の関係でその探偵ナイトスクープの動画は見せることはできないんですけど、めちゃめちゃ面白かったです。はい、じゃあ写真に戻りますね。わかりやすくね、スタジオに置いてるこのレイチェルでいろいろ撮ってきたので見ていただきたいなと思います。3つね主な原因があるんですけど、1つが撮影する角度、2つ目がレンズの焦点距離で、3つ目が構図に原因があります。この3つについてお話ししていこうと思います。で、まず1つ目の角度ですね。角度について見ていこうと思います。これレイチェルの写真なんですけど、このカットはですね、彼女の腰おへそぐらいの高さに打点を下ろして撮影しました。そうすると彼女の体の中央を狙って写真を撮ってるので、まあ、バランス的にはね一番自然な撮り方ができます。で、一方で2カット目です。これねレンズ、ちなみにごめんなさい、2470の 70mm 中望遠というか、まあ、標準に近い焦点距離になるんですけど、 70mm でまず撮影しました。さっきのこの写真もそうなんですけど、続けてこの写真です。この写真はですね、彼女のすねぐらいの高さまで打点を下ろして煽りで彼女を撮りました。煽りっていうのは下から上に向かって撮影をするアングルのことを言います。これはだから煽り写真になりますね。さっきの写真と比べるとちょっとね足が長く見えますよね。顔はちょっとちっちゃく見えます。2枚並べてみましょうかね。はい、2枚並べてみました。こちらが彼女のおへそを狙って撮影した。で、こちらが彼女のすねぐらいの高さまで低くして煽って撮った写真です。こっちの方がやっぱり足が長く見えて顔はちっちゃく見えますよね、こう比べるとね。はい、で3カット目なんですけど、3カット目はこのレイチェルの顔ぐらいの高さまで上がって振り下ろして撮影しました。俯瞰撮影ですね。俯瞰撮影っていうのは上から見下ろして撮影するアングルのことを言います。煽りに対して俯瞰撮影と言いますね。俯瞰気味で撮った写真の方が顔が大きく見えて足は短く見えます。これ3枚並べてみましょうかね。はい、3枚並べてみました。これが、おへそを狙って撮影した写真になります。これが煽って撮った写真です。で、これが俯瞰気味で撮った写真になります。この3枚を比べるとやっぱりこの煽って撮った写真の方が俯瞰から撮影した写真と比べると足が長く見えますし顔はちっちゃく見えます。こっちの方が顔は大きく足は短く見えますよね。こういう感じで撮るアングルによって顔はね大きく見えたり足が長く見えたり顔がちっちゃく見えたりします。もしね足を長く見せたかったら煽り写真、煽り気味で撮った方が足は長く見えます。煽り気味で撮ると一つ問題があるんですけど、煽って撮ってしまうと顎がね強調して見えてしまいます。なので顔がねちょっと角張って見えてしまうんですよね。で、上から撮ってあげた方が顔のフェイスのラインは
はねすっきり見えますよね。あおりで通る場合は顎をちょっと下げて取ってあげた方が、いいかなという感じですね。はい、ということで1つ目が、取る角度によって顔の大きさが変わってくると。2つ目がレンズですね。レンズの焦点距離についてお話ししようと思います。ちなみに今見てもらった写真は全部 70mm で撮った写真になります。続けて見てもらうのが 24mm っていうねワイド気味の画角で撮った写真になります。こちら2470の 24mm で撮った写真になります。この写真はさっきと同じように彼女のレイチェルのおへその高さで撮った写真になります。 70mm で撮った写真と比較してみましょう。こちらが 70mm で撮った写真でこちらが 24mm で撮った写真になります。見比べてみるとこちらの方がちょっとみょって伸びてる感じしますよね。っていうのも焦点距離をワイド気味広角側にすることによってカメラから見て近くに映ってるものはより大きく、カメラから見て遠くに映ってるものはより小さく見える特性があります。ワイド側で撮ると結構ねいろんなものが歪んでくるっていう特性もあります。まあいいレンズを使えばねその歪みも少なくなってるものが多いんですけど、この写真を見てみてもらってもこの背景ねバックし垂らしてるんですけど、こっちの方はまっすぐなんですけどこっちはねちょっとこう R がついてますよね。これは外側に行けば行くほどこう伸びてしまうっていう特性があるのでこのように歪んでしまっているということになります。なんで焦点距離が短いほど強調がされるということになります。じゃあこの 24mm でもおへその角度煽り俯瞰で撮ったので見てもらいたいなと思います。まあ、これはねおへそから狙った写真になります。で続いて煽りで撮った写真になります。これ煽りで撮ったレイチェルの写真なんですけど、だいぶ足がボーンと長く見えますよね。これはすねの高さぐらいから撮って煽って撮ってるので足がね思いっきり強調されたアングルになってます。で顔もねちょっとちっちゃく見えますよね。で比べて俯瞰の位置から撮った写真を見てもらいたいと思います。これ俯瞰で撮った写真なんですけど、彼女の頭ぐらいの高さまで上がって振り下ろして撮った写真なんですけど、こうやって見るとねより顔が大きくより足がちっちゃく短く見えますよね。なんでワイドのレンズを使えば使うほど近くで見えるものはより大きく、遠くに見えるものはより小さくっていうのがより強調されて見えます。この焦点距離も顔が大きく見えてしまう要因の一つになります。はい、それが2つ目のレンズの焦点距離になります。3つ目が構図なんですけど、構図はですねこの2枚の写真を見てもらいたいんですけど、この写真っていうのはレイチェルを 24mm の画角で撮った写真になります。この 24mm で撮ってるのでちょっとねすでに近くに写ってるものより大きく、遠くに写ってるものより小さく風に強調されてちょっと顔がねバランスが崩れ始めてますよね。この中でもですねこの構図を見てもらいたいんですけど、この構図はレイチェルがこの構図の中の真ん中に顔が収まってますよね。で一方でこの写真っていうのはこの構図の中の端っこより頭がギリギリの位置で彼女の頭を撮ってるんですけど、このワイドのレンズの中の構図の端っこで撮れば撮るほどより長くね伸びてしまうっていうね特性があります。なんで同じレンズでも顔がね大きく見えてしまう構図っていうのがあります。なんで顔をより端っこの方に寄せれば寄せるほど顔はね伸びてしまうんですよね。こういう条件があります。もう一カットね見てもらいたいんですけど、これ16-35っていうねもう一つ広角のレンズを使って彼女を撮ったんですけど、これ同じ 16mm でレンズの中の一番ワイド側の焦点距離にはなるんですけど、これの方が顔はちっちゃく見えますよね。この構図の中の端っこの方にねできるだけ彼女の頭を寄せることによって頭がね伸びてますよね。ガッと伸びてますよね。なんで同じレンズの同じ角度で撮っても構図がね一番端っこに顔が寄ってるとより顔が伸びて写ってしまうということになります。まあこんな感じでねワイドレンズでこの角度でこの構図で撮るってことねまあまあないので、これは結構非現実的な撮り方なんですけど、この3つの条件が重なってしまうことによって顔は大きく見えてしまいます。角度は俯瞰気味で、レンズはワイドな焦点距離で、構図は顔が端っこに映る。この3つの条件が揃ってしまうと顔が思いっきり大きく見えてしまうということになります。はい、で再び岡ちゃんの写真に戻りたいんですけど、この写真は煽り気味のアングルですね。顔が大きく見えるアングルで撮っていて、で2470の
24mm ですね。だいぶワイド側です。ワイド側で撮ることによって顔が大きく見えてしまうっていうのと、あとこの構図の中の端っこに顔を持ってくるっていう、この3つの条件が揃っているので顔が大きく写ってしまっているということになります。その探偵ナイトスクープのネタの中では、その結婚式の参列されてた友人を撮ってたっていうことなんですけど、その方がね、着物を着ててこのように体を横に向けて顔だけ真正面っていうね角度で撮ってあったんですよね。こうすることによって首が見えない角度で撮れてしまうんですよね。首が見えない状態で撮ることによって、より顔がバッと大きく見えて写ってしまってたということになります。それはね、あのネタ中のプロのカメラマンさんが解説してたんですけど、この3つの条件プラス首が隠れてるっていうプラスの条件が全部ね重なって顔が大きく写ってしまったということになります。なんで使うレンズとか角度とか構図によってね、だいぶ顔の大きさってね変わってきてしまうので、人物をね撮る際には注意してあげてください。あとこういう撮り方もあるので、ぜひ仲のいい友人とか家族の人に被写体になってもらって試してみてください。案外ね顔大きく撮れるので面白いですよ。で、岡ちゃんもねこの日あのパーカー着てたので首が見えないので、その条件も重なってたということになります。で、こっからちょっと真面目な話するんですけど、自分はね結構アパレルの撮影してるんですけど、アパレルの撮影してたらやっぱりね服がね歪んで見えてしまうので、こういうワイド側で撮ることはねそんなにないんですけど、撮ったとしてもこういうね服が歪んでしまうっていう撮り方は絶対しません。基本はねやっぱりこのように打点をおへそとか腰ぐらいの高さにして、服が歪んで見えないように自然に見えるようにいつも撮ってます。で、広角ではなくてより望遠気味で撮ると歪みにくくなるので、歪ませたくないっていう方は望遠気味で撮ることをお勧めします。服の撮影じゃなくて、例えば足をね長く見せてあげたいっていう場合は、このようにねちょっとね煽り気味で撮ってあげた方が足長に見えます。ただ煽りアングルで撮る時の注意点なんですけど、煽りで撮ると顔のね顎がね結構強調されたりするんですね。顎が強調されるので、ちょっと顎引いてとか、そういう節目がちになってとか、そういう気配りをしてあげた方がいいと思います。で、ちなみにこれは 100mm マクロでレイチェルの顔を撮った写真で、これが 24mm で撮った、さっきも見てもらいましたけど 24mm で撮ったレイチェルの顔の写真です。顔のアップだけ見てもね全然バランスが違いますよね。このウィッグの形も全然違いますし、顔がこう目がねちょっと離れて見えたり、鼻がね大きく見えてしまったりとかしちゃってますよね。焦点距離とかはね気をつけて撮ってあげてください。昔鼻デカワンちゃんのね写真流行りましたよね。それはこのワイド側で撮れば鼻が大きく見えるっていうので一時流行りましたけど、それはこういう撮り方をしてたということになります。はい、という感じで今回は撮る角度、撮る焦点距離、撮る構図によって顔の大きさが劇的に変わるという小ネタを紹介させていただきました。たまにはねこういうちょっと抜けたネタもいいかなと思ってアップさせてもらいました。今ちょっと世の中がねあのどんよりとした空気になってしまっているので、ちょっとやわめのネタを挟ませてもらいました。はい、それでは今回は以上になります。いいねと思った方はいいねボタンお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。インスタグラムやってまして、@必死スタジオでやってますので、ぜひ覗いてください。それではさようなら。おかちゃんごめんね、協力してくれてありがとう。このなんかおごります。